こんにちは。こんばんは。月曜劇団の西川さやかです。はい、月曜劇団の上原弘です。次回月曜劇団は5年ぶりの本公演を行います。はい、タイトルは、はい、緩やかな結びです。はい、どういう感じですか、はい、今回は。今回は、はい、チラシを見ていただいてもお分かりのように、はい、こう小さな、いろんな色のいろんな種類のパーツが集まって一つになっておりますので、本編もそのような感じになる予定です。はい、出番でじゃ出演者6人なのに、なんかいろんなキャラクターを演じてもらって、そうですね、いろんな世界の断片をいろいろと、で、それがつながっていたり、つながっていなかったりするという、本当、もう全く宣伝しづらい、ふわっとした感じでやっておりますけど、めちゃめちゃ面白いです。あ、やったと言っておきます。はい、あ、はい、面白いです。はい、はい、日時は10月4日、10月5日、10月6日、場所は、移転しました、新しいインディペンデントシアターファーストです。もうご予約も開始しておりまして、もし分からなかったら、月曜劇団とかで検索していただけましたら、ツイッターなり、ウェブサイトなり出てまいります。そこから予約してください。お願いします。はい、6人、出演者は上原ひろと、はい、西川さやかと、かよこの大発明から有本はるかさん、木下奈穂子さん、はい、パイの実から橋口めぐみさん、ドラカンから村山ひろきさん、以上の6名でお送りします。一言、押しどころ。まあ、サニーサイドな演劇が流行ってますけれど、こういう地味な世界もなかなか見たら楽しいぞということで、ぜひ、まあ、一遍、足、劇場、はい、地味派手で、派手地味な感じの、はい、やってますんで、はい、劇場に足を運んでもらえたらと思っております。はい、お待ちしております。